商人の言っていたファデュイの拠点はこちらで間違いなさそうですね。置いてあるものを見たところ、ここはもともとヒルチャールの拠点だったのでしょう。それがなぜかファデュイに占拠されてしまっています。うわぁ、すごく守りが固そうだ。オイラたち本当に入れるのか。力ずくで突破するのは難しいかと。ですが問題ありません。ここは私たちにとって有利な地形です。それに私たちがいることも相手に露見していません。それは私の品物。ありがとうございます。サンゴの宮様、隊長様、どうですか。冤罪だと言ったでしょ。どうだか、とっくにファデュイと話をつけてた可能性もあるかもしれないだろう。ファデュイの拠点で得た情報から見て、彼は確かにファデュイと関わりはありません。ファデュイのやり方を考えれば何か証拠を残しているはずですので。しかし。しかしも何もありません。品物は取り戻しました。先般の約束通り彼の汚名を晴らすべきです。申し訳ございません。軽率でした。ふんふん、日頃から仕事をまともにしていない間抜けなあなたたちがこうして面倒を引き起こすんですよ。やっと自分の間違いに気づきましたか。商人さん、それを言うのはまだお早いかと。潔白を証明したとはいえ、わざと必需品を買いだめすることは今の政令によって罰せられる行為となっています。これらを自分の品物だと認めた以上、私たちもそれ相応の対処をしなければなりません。適正価格での販売に加え罰金も課します。金額は。ちょっとお待ちを。サンゴの宮様、私の味方だったんじゃ。もちろん違いますよ。私は渡津美島の荒人神の巫女、神将出伐の理念に従うのみ。功績ある者は勝し、罪ある者は罰する。汚名を晴らした後は自身の行為に対して代価を払う番です。そんな。ほら連れてくぞ。罰金を払いな。サンゴの宮様、この者が品物を自分のものだと言いましたが、やはり少々気がかりなことがあります。天領奉行の印があるものは彼ので間違いないでしょう。しかし他の品物を見るとそうではないようです。特にこれらは明らかに神社で使われるもの。ええ、大方ファデュイがよそから奪ったものも混じっているのでしょう。他の品物については持ち主を探しておいてください。神社関係のものは私が対処します。あなたたちには苦労をかけますね。いえ、とんでもありません。しかし三五宮様、証拠をつかむことはできませんでしたが、天領奉行とファデュイの結託は私たちの仲間がこの目で見たことです。和平交渉について今一度お考えを。わかりました。しっかりと考慮しておきます。私はこれら神社関連のものを持って三五宮に戻ります。よければ一緒に行きませんか。あれ、ココミはまだ来てないのか。おかしいな。はい、なんでまだ来ないんだ。あそこの兵士に聞いてみよう。ココミ、ここにいたのか。今日一緒に祝賀会の準備をする約束してたよな。あなたたちでしたか。すみません、今日は少し具合が。病気か。待ってろ、すぐに医者を呼んでくる。いえ、一時的にエネルギーを使い果たしてしまっただけです。どうやら祝賀会の準備もそろそろ終わるようですね。しかし宴が始まる前に私の方から簡単な演説をしなくてはなりません。
ココミのエネルギー足りるかな。ご安心を。全く問題ありません。あなたたちのおかげでエネルギーがとても早く回復しました。よかった。オイラたちも応援してるぞ。皆さんお疲れ様です。本日は祝賀会へようこそ。ついに我々と幕府軍の戦争は終わり、メガリレーの廃止も見届けることができました。稲妻の未来がどうなるのか私には予測できません。しかし私は明日天領奉行と和平交渉を進め、渡積島の平和のために最善を尽くします。皆さんのご尽力があったからこそこのような困難な戦いに勝つことができました。皆さんには感謝しています。この祝賀会はここにいる全ての方に用意したものです。苦労して勝ち取ったこの勝利をしっかりと楽しみましょう。とにかくそういうことなんだ。天領奉行とファディの結託はそいつらがでっち上げたことで、和平交渉をめちゃくちゃにして戦争を続けるのが目的らしい。それにオイラたちが何をやってももう間に合わないって。そうだったのですね。大丈夫です。ご心配をおかけしてしまいましたね。このことは私のせいでもあります。私がもっと早く彼らの気持ちに気づけていたらこんなことにはなりませんでした。光禅が言っていた間に合わない、何を指しているのかおおよその予想はつきます。和平交渉は明日ですが、双方の自衛はすでに交渉地点に到着し、周囲の安全を確認している状況です。光禅のような主戦派がそれら自衛に紛れて交渉の場を壊そうとしているのでしょう。じゃあどうするんだよ。オイラたちが今からそこに行って自衛を交代させるか。いえ、それでは妥当性に欠けます。第一に私たちが新しい自衛を連れて中立地帯へ向かえば余計な警戒をさせてしまうでしょう。それに主戦派の兵士たちが早々に計画を実行し、天領奉行の自衛を攻撃して戦争を引き起こしてしまう可能性もあります。何よりこのことに参与している渡積島の兵士の数がわからない以上、人員を変えても結局意味がないかもしれません。なんだか複雑だな。じゃあもう方法はないのか。ご心配なく、ことが起きた以上私が対策を考えます。兵士たちの考えは間違っているとはいえ、全て彼らのせいということではありません。いずれにせよ彼らの命をどう守るのか、その方法を考えなくては。明日またここで会いましょう。お久しぶりです、九条サラさん。前に会ったのは戦場でしたね。ああ、あの時はお前のおかげで苦汁を飲まされた。ところでなんでお前もいるんだ。はい、彼は今回の交渉の証人となります。彼は私たちの戦いを最初から最後まで経験し、現在の平和に多大な貢献をもたらしました。彼以上にふさわしいものはいません。それもそうだな。では早速本題に入ろう。まずは海域の管轄権の問題だ。戦時中私たちは鳴神島における渡積島漁師たちの活動を制限してきた。ここよりその制限を正式に解除しよう。だが収穫を渡積島に持ち帰るには私たち鳴神島の税法にのっとって税を納めてもらう必要がある。いいでしょう。ですが鳴神島付近で漁をする方に対し天領奉行による庇護を約束してください。
彼らにもし治安問題による損失があった場合、天領奉行が率先して解決をお願いします。それは約束しよう。協約の中にも載せる。天領奉行がいる限り彼らに危険はない。なんかうまくいってるみたいだな。それから人員の往来と常備軍の所属問題についてだ。以前までは我々が渡墨島に行こうが、渡墨島の人間がこちらに来ようが、厳重な尋問を受けてきた。その結果、お互いの交流がますます減り、島々の間で商売をする商人もほとんどいなくなってしまった。戦争が終わった今、双方の貿易取引を担当する商人をシャブ業から何人か選ぶことを提案する。貿易取引はお互いに意思疎通を取らなければなりません。双方の商人に参加させるべきです。シャブ業に完全に委ねることはできません。だが私の知る限り、渡墨島は現在あらゆる種類の物資が不足している。シャブ業による統一管理はお前たちにとってもいいことだろう。物資の不足についてはこちらが対処します。ご心配なく。それに渡墨島は資源が豊富なため、多くの商人がここへ来たいと願っています。ましてやこういうことは上里家と相談するべきこと。天領奉行はここまでの権能は持ち合わせていないはずですよね。だったらひとまず治安について話そう。単刀直入に話すが、渡墨島の治安部隊を天領奉行の管轄下に戻したいと思っている。当分の間それは不可能なことです。不可能なことなどあるまい。天領奉行が稲妻の治安を管理している以上、渡墨島をこのまま例外にするわけには。卑劣な九条家め、貴様らはファディと結託し、俺たち渡墨島の全てを奪おうとしてるんだろう。野郎ども、九条家を信じるな。俺に続け。九条様を守れ。第16条、いやいや67条か、それとも73条、あーどれを使えばいいんだよ。1条です。しかしあなたたちが手を出す必要はありません。ただかつ状況が変わりました。あなたたちは横で待機してください。ご安心を。あなたたちの思いは理解しています。後のことは私に任せてください。九条さん、このことについて我々渡墨島に説明をしていただけませんか。ああ、少し待ってくれ。全員私の調査が終わるまで手を出すな。お前たち二人、こっちに来い。いえ、お前たちは本当にファデュイと結託しているのか。それは…その結託とまでは。何人かのファデュイたちが渡墨島との戦争を引き延ばすために共に協力しようと言ってきたんです。それでそのどうせ害もないと思ったので。ですが私たちは同意したわけではありません。ただ彼らに渡墨島で大暴れをさせてから状況を判断しようと。九条様、私たちは彼らと結託なんてしていません。ただ少し前に一度話をしただけです。それがなぜ渡墨島の人に知られたのかは分かりませんが。もういい。戻って罰を待つんだな。何がどうあれそいつらはファデュイだ。
奴らが私たちにしたこと、もう忘れたのか。協力どころか、最初から関わり合いを持つべきではない相手だ。奴らの目的は何だ。ファデュイの主力はすでに稲妻から撤退しました。私たちを訪ねたのは彼らの親分の敵討ちをするためだったようです。あの女の部下か。復讐を果たし、稲妻をまた混乱に導こうとしているのか。いつか必ず私が奴らを全員捕らえる。この件に関しては確かに我々の問題だ。すまない、私の管理不足でこのような局面をもたらしてしまった。今一度和平交渉を続ける機会を。もちろん九条さんがこのことをうまく処理できると信じていますよ。ですが、自分たちのことですら管理の行き届いていない天領奉行に渡墨島の治安を預けるのはいささか不安が残ります。返す言葉もない。この議題はひとまず置いておこう。天領奉行の管理改善を済ませてから、またきちんと話し合いの場を設けさせてくれ。商人に関することは私も社奉行と相談し、双方が参加できるようにする。なんだか九条サラの勢いが一気に弱まったな。これで交渉がうまくいくはずだ。まさか渡墨島の軍師が戦いだけでなく交渉にも秀でていたとは。次会う時はまたこうして座りながら話し合いをしたいものだ。戦場でのお前は厄介すぎる。今日はここまでにしよう。私も戻って天領奉行の内部問題について徹底的に調査しなければならない。ファデュイの拠点はすでに私たちが潰しました。もうすぐ彼らから支援の要求連絡が入るでしょう。相手に感づかれないよう、まずは彼らに従い、現れたところを一網打尽にすることをお勧めします。考えておく。感謝する。では私はこれで。次また会おう。三五宮様、我々は渡墨島に戻ってからにしましょう。三五宮様、全て知っていたのですか。あなたたちがことを起こした原因、すでに聞いています。天領奉行が信じられないため、和平交渉をせず戦い続けたいのでしょう。結果から見ると、確かに当てずっぽうで彼らの陰謀を見抜くことができました。ですが、あなたたちのやり方を認めるわけにはいきません。しかし三宮様、我々は多くの仲間を犠牲にしてきました。このまま足を止めてしまったら、今までの努力が無駄になるのでは。このまま戦争を続けることを望みます。私が犠牲になっても構いません。完全な勝利を得られるのなら。あなたたちの考えも理解はできます。ただし、その考え方で他人を巻き込むようなことはしないでください。戦時中、悲しい出来事が多々あった反面、勝利の味も経験してきました。あなたたちにとっては戦意をかきたてる経験だったでしょう。ですが、あなたたちの見えないところで毎日苦しい思いをしながら生きてきた人々もいたのです。渡墨島の人々が平和を願うのは、一人一人が戦争にたくさんの力を費やしてきたからです。彼らはもう疲れ切っています。あなたたちをもう一度あの日々に戻すわけにはいきません。しかし私は。分かっています。すべてあなたたちのせいというわけではありません。私の考え不足でした。あなたたちに戦う意志を持つよう伝えたのに、それをどう手放すか教えなかったのは私です。三五宮様のせいではありません。私たちの身勝手が招いたことです。何にせよ軍法による処置を受けます。はい、では処置を言い渡します。今日より秘密軍隊を設立することに決めました。渡墨島の安全を守り、一切の危険を島から遠ざけてください。
そしてあなたたちと同じ考えを持つ者の加入を許します。ですが訓練は非常に厳しいものになるため、しっかりと頑張ってくださいね。三五宮様、それはどういう。今回の交渉から見て、九条家も当分の間は平穏を保てないでしょう。平和を望む者もいれば、戦争を望む者もいます。バタツミ島が平和を望んでいるとはいえ、自分たちを守るくらいの力は必要です。あなたたちにまだ戦う意志があるのなら、今日から厳しい訓練を受けてもらいましょう。一人一人が戦いの場で幕府の武士を二人やっつけられる程度になるまで。ありがとうございます、三五宮様。では五郎のところで訓練を申し込んでください。今後は何が起きようと自分勝手な行動は許しません。もし次またこのようなことがあれば、理由を問わず弁解の余地がないことをお忘れなく。かしこまりました。今後は精一杯訓練に励みます。こんな機会を与えてくださり誠にありがとうございます。では私たちは五郎様のところに行ってきます。やっとこれで適切な解決ができました。なんだかまたエネルギーが減り始めたような気が。一緒に秘密基地へ行って休みませんか。ご苦労様でした。あなたのおかげでバタツミ島はまた平和を取り戻せました。はい、ゆっくりと回復しています。しばらくすれば完全な状態に戻れるでしょう。やはり人の多い場面は苦手です。以前よりはだいぶ進歩しましたが、それでも人が多くなると少々慌ててしまいます。交渉などは今度から五郎に任せるとしましょう。そうでしょうか。でも荒人神の巫女としてはまだまだ力不足が否めません。以前は勝つことだけを考え、バタツミ島の安寧を維持し、一人一人が楽しく生活できることを望んでいました。しかし今になってそれだけでは足りないことに気づいたのです。人の願いは千差万別、幸福の基準も無論異なります。私の歩むべき道はまだまだ長いようですが、問題ないでしょう。一息に歩けないというのなら、ゆっくりと歩いていけばいい。今の私はまだまだ未熟者ですので、もう少しだけ渡津美島に残り、私と一緒にいてくれませんか。